お母さんいない生活です。ただいまよりたけるちゃんお父さんと二人旅。お仕事で二人で東京に行くことになりまして、これから24時間お母さんいない生活です。賢くできますか？はい。じゃあ早速新幹線に乗っていきたいと思います。お家を出て今新幹線乗り場に来てます。でもう夕方やから東京に着く頃にはもう夜になってます。新幹線の中でご飯です。バイラのこれがご飯やな。お母さんに作ってもらったらチーズサンドで、他にも一応飲み物とかを買ってるんで、新幹線の中を楽しみたいと思います。行くぞ。2回。おー、もうすぐ着くで。東京に到着。今からホテル行くで。疲れたな。危なかったな。東京駅で迷うとこやったな。なんとかそこ出てきた。これ東京駅やで、竹ちゃん。あ、建物がすごいやろ。ホテルに着きました。はい、着いた。いいな。まあ、ほんま寝るだけも変やから。ワンルームマンション。はい。ホテル着いたで。今？うん、今着いたで。見てこれ。何それ？パイナップルのグミ。もうお風呂入って寝るで。こっちも今からお風呂入る。私が。というわけで、元気でな。え、頑張ってね。あげちゃん頑張った姿、また動画で見るの楽しみにしとく。はい。切ってもた。もう寝る時間やぞ。むかびしとんの。ゲームする時間じゃない。これお母さん見るでいいんか？寝る時間にゲームしとって。じゃあ、早く寝ましょう。消していい？ポチッポチッ。じゃじゃーん。じゃあおやすみなさい。おやすみ。おはよう。起きるぞ。ご飯食べるから。行くぞ。よし。ホテルの朝ごはんです。お、これを今からいただいていきます。ロッカバー、こっちをいただきます。さあ、ホテルチェックアウトしました。ここがお仕事のとこまで歩いていくから。はい、今日は小学館さんに見学に来ました。早速なんかいろんな過去の付録が並んでます。これは2001年の11月号の付録やで。カービィ、はい、初代ベイブレード。3、2、1、ゴーシュー。 3、2、1、ゴーシュー。おお、どっちや。同点。2勝やとしたら同点。3、2、1、ゴーシュー。おお、タケルが最後の場所から落ちひんように。落ちひんようにゴールを目指すやつ。おお、うまいうまい。おお、うまい。これが一番新しいブロック、最新の。これ自分で動くんじゃない？右、左、後ろ。これプログラミングされるんじゃない？右、スタートしてみて。前、勝手に動く。右、出発。前に行くよ。右に行くよ。左に行くよ。後ろに行くよ。すごい。押した順番に動いていくんやわ。おー、伸びたからジャイアンまで行ってみて。どうやっていく？こんにちは、僕ドラえもん。はじめにスタートボタンを押してプログラミング開始。おい、マイクやろ。うん、左、後ろ戻ったね。どっと前とかいいんじゃん。前前前前前、後ろ下がる。そこまで下がらへん。左2回やったら左左左や。こっち向いてもスタート。右に行くよ。進んでない、進んでない。左に行くよ。左に行くよ。前に行くよ。終わり。
おい81年8月号これむずいダイビングショットおーほーイエーイタケルちゃん今からチーズ写真はいお名前教えてもらっていいですかタケルくんよろしくお願いしますいくよ、うん、行くぞおーいいじゃんせーのうわっ、まあ、いいねうんいいじゃんほらもう完璧だこれちっちゃいいい顔したわすごいドラえもんでじゃあ行きたいと思います待合室みたいですすごい本がいっぱいこれ全部小学館さんの本ですこれ見たことあるもんな科学の実験とかさ虫へえ。これはよく見る虫たちやなたけるちゃんでも読めるもんなひらがなやったらなうんおお出た出た爆弾好きそうな虫だここが編集部ですいっぱいあるこんにちはこちらが小学8年生の編集部知ってる小学校8年生までないのになんで始まったあ、知ってる知ってるすごー僕よりすごいかもそう、みんなは2年生になったらここだからねこれを読むことになりますで、今、小学館は1年生と8年生で2冊出してますから、子供の雑誌今月号の教科書何ですか金庫です金庫ちゃんとね、回転式のね金庫見たことある本物あるほら、これ開かないけどこれちゃんとこうやってダイヤル回してあげると開くやってみる開けてみたい人おダイヤルを右に2回回してください1回してダイヤルを左に回転してくださいさあそうしたらこのバーを右に合わせてみておカチッとなってお開きました大成功でまたダイヤル回すと開かなくなるカチッと閉めてこれくるくるってます。ほら、開かない。ほら、大事なお金も取られない。はい、じゃあ、回してない。さあ、きますよ。はい、金庫。はい、不揃いな。はい、じゃあ、してない。うん。小学校で習う足し算引き算とか、カタカナとか、漢字とかも載っているけども、小学校で教えてくれないような、みんなが大人になって必要な大切な言葉が楽しく、学べるようになってます。あのみんな質問とかある？この本はどれぐらいでできるんですか？付録とかは半年以上前から作ってます。3月1日に出た本なんですけど、この時計に関しては本当に去年のもう夏ぐらいからどういうのしようかっていうのを考えて作ってます。本自体はこういう内容にしようっていうのをみんなで編集部のみんなで話し合うんですけど、それが4ヶ月ぐらいなんだから3月。だとするともう去年の年末には本にしようっていうふうに決めてて新しい1年生に出そうとするとその前の年から、ね、考えてたりしますどっちかどうぞえ将棋の将棋のどっちがいいドラえもんがいいありましたはいというわけで小学館さんの見学終わりましたどうやったちょっと恥ずかしかった写真撮ってもらう時とかな質問する時とかちょっと恥ずかしがっとったなまあまあちゃんと質問もできたしで付録いっぱいあったし楽しめたやろうん東京でのお仕事が終わりましたもう今から新幹線乗って帰りたいと思いますたけるちゃんとご飯食べていきますこれ食べれるうんおいしいうまいうん、ごちそうさまでした魚いっぱい食べたなうんどうやった東京別に2人でも問題ないなうん、うん、1回行っとうからなえ1回行ったっけうん1回行って2年前に2人で行ったよねお父さんとかけるとねほらおいパッパッチパッパッよし乗りましたみんな着くで動画ではあっという間に足元気をつけてよ家に帰るだけやあとちょっとやはい、帰ってきました ただいま
アホを言うと。じゃあお母さん何か渡すのやろ。何くれるの。あげちゃん、おかえり。何コアラのマーチ、イチゴ。一番味のコアラのマーチのカバンです。カバン、ありがとう、タケルちゃん。エコバッグみたいなやつ、うん、それ、どこで買ったと思う。え、リセーション帰りの、近くの駅のコンビニだった、うん、なんやねん、なんか特別なとこで買うたんだと思う。めっちゃ見たい。新幹線乗り場のコンビニのタケちゃんが選んでくれたそこで買った。ありがとうタケルちゃん。行きしに買うって言っとったらいいかな。あ、じゃがりこも邪魔になる。じゃがりこも、じゃがりことかめっちゃ並んだよ。開けていい、うん、うん、いいね。じゃがりことカバンかどっちかで迷った。いや、じゃがりこの、あ、じゃがりこのカバンか、うん、コアラのマーチのカバンかと、うん、うん、結構あったね、カバンのやつ。おー、かわいいやん。かわいい。いや、エコバッグやな。エコバッグ見て、それとな、それとこのちっちゃい、すごい。この前タケちゃんが折り紙のカバンをもらって、今度はリアルカバンやな、ほんまのカバンや。ありがとうタケちゃん。はい、というわけで一泊男二人旅は無事終了。いい子にしてた。あー賢い。はい、というわけで、この動画が少しうまかったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。他の動画も見てね。